フローライダーは、アメリカ合衆国の R&B 歌手、歌手、ソングライター。身長191センチメートル。10代の頃、東京のラップグループ2ライブクルーのツアーに同行。メジャーレーベルからは相手にされず、音楽以外の多くの職を転々とした時期もあった。しかしその後、トリックダディや、ディックロスなどのミックステープに参加し、2006年には、DJ キャレドのアルバム、 最強伝説、ウィザベストにも、客演で参加。時を、同じくして、アトランティックレコード参加のレコードレーベルポーボーイ、エンターテイメントと契約した。2007年9月、映画、ステップアップに、ザ・ストリートの、サウンドトラックに参加。そこに収録されたシングル今夜は、ローローローが、10週連続で、ビルボード総合シングルチャート第1位と新人としては、 異例の大記録を打ち立てる。さらにこの曲は2008年のビルボード年間シングルチャート第1位、2000年代の総シングルチャートで第3位を記録している。2008年4月、ファーストアルバムメールオンサンデーをリリース。全世界で90万枚を売り上げた。アルバムからシングルカットされた俺のエレベーターはビルボードのシングルチャート16位、インジ。 エイヤーは9位のヒットを記録した。2009年3月には、早くもセカンドアルバム、俺のルーツをリリース。このアルバムのリードシングルである、ライトラウンドは、ダウンロード解禁を機に、前週の78位から一気にジャンプアップしビルボード、ホット100で1位を記録すると、そのまま6週連続で首位をキープ。また、同曲は、 チャート1位となったのと同じ週にデジタルシングルの記録。さらには、自身の楽曲今夜は、ローローローが持っていた47万ダウンロードという1週間の最高ダウンロード数記録をも打ち破る63万6千ダウンロードという驚異的な数字を記録した。2010年6月、映画、ステップアップ 3D のサウンドトラックに参加し、シングルクラブキャンとハンドルミーを発表。 11月末にはアルバム Only One Flow Part 1をリリース。この作品はパート1と表記されているように連続性があり、2011年にパート2がリリースされることがアナウンスされていたが、その後リリース計画を変更。パート2は後日の俺たちワイルドワンズへ繋がっていくことになる。2011年は6月に映画 Hangover。ハングオーバー 史上最悪の二日酔い、国境を越えるのサウンドトラックにフローライダーピットブルとして参加。お前にターンアラウンドパート2を発表した。その後、8月にリリースした今夜もグッドフィーリングがビルボード総合3位、12月にリリースした俺たちワイルドワンズはンゴイとシングルを立て続けにヒットさせたフローは2012年7月4枚目となるアルバム 俺たちワイルドワンズをリリース。このアルバムからシングルカットされた情熱のホイッスルが3年ぶりにビルボード総合チャート1位を獲得した。ありがとうございます。